勝負だ。おっしゃいやー、こんなにね、貴重な経験をさせてもらう機会なんていうのは本当にないので、まあこう一つ一つのこうね、投げるシーンだとか受けるシーンだとか、またこう投げられるシーン、負けたシーンなんていうものをこうイメージしながら声を出せた、まあ本当今回こういう経験ができただけで私自身は幸せでしたし、本当に貴重な経験だったなというふうには思ってます。なんですかね、柔道ってやっぱり相手がいる競技なんで、そこのやっぱりこのゲームにした時の難しさってあるような気がしたんですけど、それを非常にこうゲームの中でリアルに、再現されてる。ですからボタン一つでもただ押せばいいっていうわけではなく、まあ、改めてこうゲームのこの凄さっていうものに驚きがありましたし、引き込まれたようなそういう気持ちになりました。最後のボスキャラみたいな存在で私が登場しますけど、多分みんなはそれを超えられないんじゃないかなっていうふうには思いますが、ぜひとも私を打ち破って、負けた声なんていうものを聞いてもらえばとても嬉しく思います。